はい、どばらぎです。若干遅れていた任天堂のアップデートが来たんですけど、それと同時に任天堂ダイレクトからいろんなスプラトゥーンの情報が、発表されました。で、今回紹介する武器が4種類あるんですけど、スプラッシューター。これ別注シリーズって言ってみんな別注って名前がつくみたいですね。まずスプラッシューターが9番ボムとマルチミサイルの、ウェポンがついてる。結構バランスが取れてて強そうなスプラッシューターと、あとスプラッシュボムがついてるローラー。ローラーではバブルランチャーはまだついてなかったんですけども、ローラーで初バブルランチャーということでバブルランチャーついてます。で、スプラマニューバー別注、これがイカスフィアですね。あと9番ボムこっちにもついてるみたいなんで戦いやすいと思います。イカスフィアはね、ケルビンみたいな感じかな。次、スプラチャージャー。このスプラチャージャーにはスプリンクラーがついてるから、ね、塗りをね、塗れなかったチャージャーが、塗りでカバーできると、縄張りバトルとかで普通に強いんじゃないかな。この4種類が出ました。強そうっていうよりかはもうかっこいいかな。スプラトゥーンってさ、カラフルな色だったじゃないですか。意外と白と黒ってなかったじゃん。この武器が、この武器たちはもう白と黒だから、なんかおしゃれ。すごいおしゃれ。かっこいい。あと、ガンガジャヤガヤ音楽堂が工事してたんですけど、工事が終わったみたいです。改装されたガンガジャヤガヤ音楽堂、気になりますね。これもね、アップデートで来るみたいです。9月15日です。で、任天堂ダイレクト見てて思ったのが、新しいサブウェポン、そして新しいスペシャルが2個なのかな ?1 個か2個追加されてるみたいで、まずこの、フリフリするボム。フリフリシェイカーみたいなボム、これがなんか爆発した後もサブとして生き残ってるみたいで、これが面白い。とりあえずなんか面白そうなサブウェポンでした。次にですね、このピコピコハンマー、僕的にはこのピコピコハンマーが一番気になってます。正直ね、あのね、スペシャルってよりかはもう遊びとかでモグラ叩きみたいなことしたい。これ面白そうですよね。はい、次ね、元気玉。元気玉なのか。すげえよ、これ。これ多分、任天堂押してるぞ。これ、エリアに打ったらさ、すぐ確保できるんじゃない?これもね、気になりますね。あと、新しいルールか。新しいルールで、まあ、フェスの時かな。フェスの時限定で、100倍マッチってのが、行われます。100倍と10倍ってのがあるんだけど、まあ、100倍は、ごく稀にあるみたい。フェスの仕様も変わるんだけど、今回ね、今までフェスパワーだったんだけど、今度はフェスの貢献度って言って、まあ、その貢献度が10倍もらえるよ、100倍もらえるよっていうルールらしいです。まあ、ただ縄張りバトルは一緒なんだけど、まあ、勝った時にもらえるっていう。まあ、これはね、またね、別の動画でね、説明するので、まあ、そちらも見ていただければいいと思います。はい、今言ったのが、今回のアップデートの内容なんだけど、まあ、任天堂オンライン化ってよりかは、新しいサブとかスペシャルとか、触ってみたくなったよね。ということで、アップデート情報のまとめでした。ご視聴ありがとうございました。